榎本健一は日本の俳優、歌手、コメディアンである。当初は浅草を拠点としていたが、江野県の愛称で広く、全国に知られていった。日本の喜劇王とも呼ばれ、第二次世界大戦期前後の日本で活躍した。東京市赤坂区青山で生まれる。幼少期に母を亡くし、その家系の祖母が引き取るが、その祖母も死去。父親の下で育てられるものの。 生来のやんちゃな性格があだとなり、学校から親が呼び出されることもしばしばあった。小学校時代の通信簿に、終身で高津兵長の落第点である、手をつけられて、鉛筆で上手に日のとの字に線を書き加えて、うに見せかけて、父親に見せたがすぐに見破られ、お叱られしたというエピソードがある。当時流行していた馬賊の歌に憧れて、 満州で馬族になることも考えていたようだが、浅草に頻繁に遊びに行っていたこともあり、役者になることを志した。1919年に浅草オペラの根岸大歌劇団の俳優、柳田定一に弟子入りし、浅草、金流館にて、初舞台を踏む。1922年3月20日、根岸大歌劇団が、ジョルジュビゼーのオペラ、カルメンを初演。 そのコーラスでデビューしている。コーラスボーイとして所属し、笹効果の創作オペラ、肝心調などに出演。この時代の親友に、後に、進撃の名優となり、広島の原爆で落命した丸山貞雄がいた。徐々に頭角を表すが、1923年9月1日の関東大震災によって壊滅的な被害に遭った浅草を離れ、 当時流行の最先端であった活動写真の撮影所がある京都嵐山で、喜劇的な寸劇を仲間らと演じていた。この震災前後、江野県は舞台で猿がニ合戦の猿役を演じた時、ハプニングでお筆からこぼれた米粒を、猿の動きを真似て、愛嬌たっぷりに拾いながら食べるアドリブが、観客に受け、喜劇役者を志すきっかけとなったと言われる。東亜キネマ、京都撮影所。 中根竜太郎喜劇プロダクションの早く俳優を経て、1929年、古巣浅草に戻り、カジノフォーリーを旗揚げするがほどなく解散、江の県のいない、第二次カジノが流星を見た。その後、プペダンサントを経て、ジャズシンガーの二村定一と二人座長となった、ピエール・ブリアントを旗揚げ。座月作家に、菊谷久志、俳優陣には、中村ゼコー、竹内トヨ師匠である。 柳名定一らを抱え、これが後に、江ノ県一座となる。江ノ県の動きの激しさについて、手だけで舞台の幕を駆け上る、走っている車の扉から出て、反対の扉からまた入るというゲートができたという伝説がある。この人気に目をつけた小畜は、江ノ県一座を破格の契約金で、専属に迎え、浅草の小畜座で、上内の喜劇を講演し、 下町での地盤をかっこたるものとした。一方、時は工業は映画雑誌社編集者であった古川六波の生体模写などの素人芸に目をつけ、トーキーの寝室で活躍の場を失っていた活動弁士の徳川無生やイコマライユーラと笑いの王国を旗上げさせの地小地区に、所属さらに東方に移籍して、有楽座で、主に学生など、 インテリソーをターゲットとしたモダンな喜劇の公演を旗揚げし、下町の江の県、丸の内の六波と並び称せられ、敬演劇における人気を二分した。東方の前身である、トーキー専門会社、PCL 映画製作所の映画にも出演。その第一作、江の県の青春水湖伝は、トーキー初期のヒット作となった。クライマックスシーンで、飛び乗ったシャンデリアから、落下。 全身を強打して、撮影は一時中断かと思われたが、翌日もエノケンは元気に撮影所に現れ、ラストまで取り終えたというエピソードも残っている。また、喜劇を得意とする監督であった山本かじろとはたびたびコンビを組んだ。浅草時代から、コロンビアのカバ版、リーガルレーベルや、ビクターに、モンパパなどをレコーディングしていたが、1936年に、ポリドール専属の歌手となり、 多くの曲を吹き込んでいる。当時、アメリカで流行し始めたジャズも取り入れ、シャレ男、私の青空、月光花千金、エノケンのダイナなど、すでに他歌手の歌唱でヒットしていた和製ジャズの流行歌を、自分のキャラクターに合わせ、カバー、リリオム、南京豆売り、アロハオエなど、外国曲を原始とは全く関係のないストーリーに、沿った歌詞で歌いヒットした。同じポリドールの人気歌手、 生児太郎、上原悟史と,と一緒のスナップ写真が多く残されている。江の県が司会を務めた1941年発売の流行歌謡集、歌は先生に絵は、ポリドール専属歌手を総動員し、芋見用として数多くプレスされた。ミュージカル風に話が進行する江の県映画は、日中戦争が激化し、ヨーロッパにおいて第二次世界大戦が勃発した。 翌年の1940年まで、ほぼ年に3から4本は制作された。絵の剣の千万長者、絵の剣の頑張り戦術といった現代劇、絵の剣の近藤勇、絵の剣のどんぐり富、京へ、絵の剣のチャッキリ、兼田、絵の剣のサルトビサスケ、絵の剣の宝海棒、絵の剣のヤジ、北、絵の剣のクラマテイム、絵の剣の森の石松、絵の剣の残切り兼田といった。 時代劇はいずれもヒットとなった。ほとんど江の県一座でキャスティングされ人気を博した。その後、人気俳優らと共演した映画、江の県の孫悟空が1941年に封切られたが中国ロケを観光し、当時流行していたオペラを取り入れた内容で大ヒットとなった。しかし、同年末の大英米海戦などの第二次世界大戦の劇化によって、 コメディ映画の制作数は激減し、その他の映画においても国作に賛同する役柄を演じさせられることが多くなり、そのキャリアと人気は停滞を余儀なくされた。主席で、田岡和夫の顔に接吻する、榎本健一1951年終戦後、笠木静子が江野の,の相手役を務めたが、同コンビは有楽座の舞台を連日満員にし、映画でも、 江ノ県のびっくりしゃっくり時代、歌う江ノ県鳥物町、江ノ県笠木のお染め9章などがヒット作となった。また、過去に、犬猿の中と言われた、古川六波と1947年4月、東京浦草、ヤジ北道中膝栗毛で初共演。直後の映画、新馬鹿時代前編後編でも、江ノ本の闇屋を演じて、古川の景観と共演。 共に話題を呼んだ。舞台で孫悟空を演じた際に、尿意棒を左足に落としたことが原因で脱走、発病。1952年、再発したのは右足で足の指を切断することになった。その後は主に舞台に活躍の場を移し、1954年には、古川六波、柳谷金五郎と日本喜劇人協会を結成。自ら会長となり、 喜劇人協会の講演などで、経営劇を演じ続けた。1960年には、56歳で、四十号賞を受賞した。また、同年に、第5回テアトロン賞を受賞。ところが1957年にはまだ26歳だった、長男の英一を失うとともに1962年には、病魔が再発し、右足を大体部から切断。そして失意から、 自殺未遂を繰り返すなど、私生活では次々と不幸に見舞われた。しかし、5歳の献身的な看護と、病床を尋ねた、喜劇をハロルドロイドの励ましにより、生きる気力を取り戻した。その後、成功な義足を得て、舞台、映画に復帰。1966年には、芸術祭奨励賞を受賞。榎本はその後も、 この義足にいろいろ仕掛けを施して義足を使ったゲームを試している。怪我の悪化やテレビジョンの人気などにより、晩年は舞台活動も少なくなったが、それと比例して、テレビでの活躍が増えドラマ、おじいちゃま、はイや、歌番組出演、渡辺のジュースの下採用カラーテレビなどのコマーシャルソングで話題を集めた。一方、映画演劇研究所を開設して、 後進の育成指導に努めている。面倒見もよく、1960年代大阪から上京した大村婚は、当時、関西喜劇人に対する別詞が強い雰囲気の中、榎本先生だけは、とても暖かく迎えてくださったと実会している。長年の飲酒癖で肝臓を患うなど体調を崩していたが、1969年11月の中華民国巡業中に、 エージェントに出演料を騙し取られ、この時の精神的ダメージで体調がさらに悪化した。そんな中で、同年12月に帝国劇場で公演された浅草公共、楽の最後の伝令で台湾公演から帰国後、空港から駆けつけシャイス姿で演出を担当する。自身、90度で倒れる演技指導をして起き上がれないまま涙を浮かべて、 これくらいの気持ちで悲劇を演じなきゃこれは悲劇にならないんだよ。大悲劇として演じなけりゃお客の目や耳に届いても心に届く悲劇にはなんねえよ。と叫んだと出演した財津一郎は語っている。その直後の1970年の元旦に激しく体調を崩したため周りの者の勧めもあり、神田する台にある日大病院に緊急入院3日後の1月4日には 昏睡状態に陥り、さらに3日後の1月7日の午後2時50分頃に観光券により死去した。65歳没。最後の言葉は、ドラが鳴ってるよ。早く行かなきゃだったという。死後、訓四等旭実賞受賞を受賞改名は、天心院伝記、王女春大古寺墓所は、港区西麻布の長谷寺にある。 1927年1928年1930。19 年1935年、1936年、1937年、1938年、1939年,19年、1940年、1941年、1942年、1943年、1944年,年、1945年、1946年、1947年、1948年、1949年。 1950年、1951年、1952年、1953年、1954年、1955年、1956年、1957年、1958年、1959年、1960年、1960年1961年、1962年、1963年、1965年、1969年。ありがとうございます。